見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。衆院選の日の夜は各局の選挙特番がお楽しみ。今回も各局、プラスニコ生がそれぞれに強みを生かした番組を放送しているのを見ながら、この人たち、やっぱり喋れるなぁ、と各番組のコメンテーターに感心していた。筆者もこの1年半ほど朝の情報番組に出演しているのだが、共演して特に、絶対王者ズよ、と思うのが、三浦瑠麗、古市健樹、橋本徹の各種なのだ。コラムニスト川崎寛、黒丸選挙特番は、コメンテーターとしての実力が如実に出る10月1日の第9回衆議院選挙開票を報じる選挙特番戦争は、今回もかなりの見物だった。的に見やすかったのは、テレビ朝日系、選挙ステーション01の情報分析とインタビューに通した画面の作り方だが、NHK、衆院選開票1、日テレ、0選挙01、などキャスターの、報じる、テクニックが高い番組を巡回し、一方で TBS、選挙の日1、で起こっていた爆笑問題、太田光氏と自民党、甘利明幹事長の、ご愁傷様、騒ぎ屋、フジテレビ、ライブ選挙サンデー、での橋本徹氏と立憲民主党、辻元清美副代表、天敵対決の緊張感、そして社会学者、古市健樹氏のエアリーなちゃちゃ入れを楽しんでいた。するとその裏で、ニコ生は、衆院選1開票特番を三浦瑠麗氏司会、評論家、東博樹氏、ジャーナリスト、石戸聡氏、角川社長、夏野武氏というネット的役満メンツで世間にお届けしていた。やるなぁと苦笑するしかない。報道、情報系番組で抱えるキャスターやコメンテーターなど、人気番組の人材を贅沢に組み合わせ、ニュース番組もバラエティも番組ジャンルを融合してそれぞれの強みを余すところなく絞り切った各局、ニコ生も、総力戦は、テレビの面目役所といったところだ。資本と人的資源の投入レベル、そして劇場規模とチームワークのスキル、当落確定が画面上に華麗にポップアップするウェブ以上の生徒、キャスターやコメンテーター、専門家の生のコメント。ニュースにその場で、評価、解説、が付加され、ニュースバリューがぐんと上がる。そして当選したり落選したりしたばかりの、政治家本人が生中継で語る思い。政治は最強の、選挙は祭りなのだ、って、そんな選挙特番にいた、いわゆる文化人たちを見ながら思った、この人たち、やっぱり喋れるなぁ。リアルタイムで開票結果が飛び込んできて、どこかの地方小選挙区の誰とも知らぬ候補者の話を次々と繰り出せるのは、それを従来からの社会的、政治的文脈上でどんな意味があるか語れるのも、プロの人脈と知識量と分析力ゆえ、しかしそれ以前に、彼らは堂々とテレビカメラに映され、どんな球が飛んできても打ち返し、見えない何千万のオーディエンスに向けて面白く喋ってみせるショービジネス的な才能にも長ける。選挙特番とは、出演者の知力や実力が各局横並びで一斉に容赦なくジャッジされる。それはそれは恐ろしい国家規模のコロッセオ、円形闘技場、なのである。